ールキーパー菅野、ディフェンス高尾が5節以来のスタメン、岡村、中村という3人、ダブルボランチ知念と佐野で、シャドウの位置に名護、右に諸岡、左に仲間、ワントップ鈴木で、まあ、その時もお互いのサッカー感をバチバチとぶつけ合わせたようです。さあ前半の45分が始まりました。 2024J1 リーグ第16節北海道コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの一戦、右から左に攻める鹿島アントラーズ、左の仲間、右足でボールを晒しながら切り返して右サイド、ノーノが上がってくる、ファーサイド、最後飛び込んだのは名護です。そして知念が奪った、縦の鈴木優馬につながる、知念が自ら出ていく、仲間に入れて折り返して鈴木優馬、前に出ました、馬場でしたが、いやうまい、名護、仲間が行く、仲間から鈴木優馬、仲間に落とすが後ろからノーノー、わーうまい、ループシュートがわずかに外れた、スパチョーク、いやでもよく見てましたな、キーパーの位置も。仲間鈴木優馬、諸岡、さあここはフリーになっている、ノーシュート、名護が決めた、名護慎太郎今シーズンの3点目、鹿島先制1対0。ここで笛です。前半の45分が終了、1対0、鹿島、名護慎太郎のゴールでハーフタイムへと突入します。さあ鹿島のキックオフで今後半の45分がスタートしました。鈴木優馬、名護、鈴木優馬へ、左の仲間、行きましたよ、追い越す安西、中使って名護のシュート、ゴールキーパー菅野、攻撃厚みありましたね、はい、鈴木優馬の前ですが危ないですよ、菅野のケアですが、うん、こぼれて後ろから名護のシュート、ー決まった、今日2点目、しっかりとキーパーの位置を見極めてロングシュートを突き刺しました、鹿島追加点、よく決めましたよ今のは、はい、最初このボール合わなかったんですけど、ここが少し弱くて、まあ、そうですね、これはもう杉野選手は、はい、自分でも分かってると思いますから、はい、相手に渡してしまいましたからね、まあ、そこでもしっかりと決めた、これは素晴らしいですよね、取りました、菅野、荒野ですか、サイドネット、もう70分を経過して72分半、さあここは高いところで札幌が奪いました、ゴールに向かえるか、遠目からシュート、ゴールキーパー早川、スパチョークです、チャブリッチ、チャブリッチ行く、はい、チャブリッチの強さが見えて、うわ出てきますね、さあ柴崎のクロス、チャブリッチ、わずかに右、ペナルティエリアの中には1人、上田のみ、今鈴木優馬入った、チャブリッチ戻ってきた、ニアのチャブリッチ決まった、今シーズン6点目、スルスルスルっと出てきて、そのタイミング樋口が見逃しませんでした。フリーになりましたニアです。いやボールの質も良かったですし、うまかったですよ合わし方、一瞬でしたけど、ここ速いボールで前に入ってますしね、はい、優しいタッチでしたね、ジャブリッチ、そんな強く振ってないですから、ちょっと合わせてくる、うまいですね、体でアラン選手ブロック、アディショナルタイム5分台に入ったところで長い笛、試合終了、鹿島これで7試合負けなし、5月無敗で終えるということになりました。3対0、鹿島アントラーズ勝利。
ゴールキーパー川島、ディフェンスラインは上村、鈴木海斗、リカルド・グラッサ、左サイドバックは松原です。ゴールキーパーソン・ボム軍です。そしてディフェンスライン高橋、大岩、杉岡、今湘南のキックオフで前半の45分が始まりました。ジビロ磐田対湘南ベルマーレのゲームが始まりました。さあ早速ドリブルで駆け上がっていこうという高橋、今日はスタメン。そして右サイドからクロス、いわゆるヘディングシュート、決まった。あっという間の先制点は17秒、ルキアンが早速ゴールを決めました。このフルストの対戦、あっという間のゴール、17秒でゴールを決めました湘南です。早かった。福田、畑も上がっていこうというところ、平岡がいる。そして畑、もう一度平岡が、いや福田がもらう、いい形で抜けた、福田だ、福田だ、自分で抜けるか、倒された、 PK。 ここですね、最初は2人の関係でうまく突破できてるんですけど、ここに対してまた入ってきましたね、3人の関係で最後スルーパスから、で仕掛けましたね、仕掛けましたね。そしてその仕掛け、やはり PK を読んできましたよね。ペナルティエリアでこうやって仕掛けられるとなかなか足出せないんで、の28分、やり直しの PK です。福田が今度は決めました。湘南前半29分追加点です。福田の2試合ぶりのゴール、今シーズン6点目、自らが獲得した PK をゴールの右隅にきっちり決めました。落ち着いてましたね。2回目なんでなかなか蹴りづらいんですよ。1本目止められてるんでね、心理的にも難しいんですけど、今度は逆に落ち着き、のスプリントスピードの方が8割ぐらい落ちるんですけど、よだいぶ落ちますけど、そうなんです、かなり落ちるんですけどね、ルキアン選手もそうですけど、福田選手も両方とも同じようなスピードで、そうでしたね、はい、ただ岩田チャンスだ、山田が狙う、決まった。前半50分岩田1点も返した。キャプテン山田の今シーズンが初ゴール。いやー、これは素晴らしいですし、2対1、岩田1点差に詰め寄ります。岩田としてはすごく大きいですね。山田選手仕掛けましたね、本当にここですね、背後の動き出し、まずはここギャップのところからついて、ここを頑張って前で、山田のゴールで1点を返しました。そしてここで今前半終了のホイッスルです。前半はその終了間際まではこの湘南のペースと、今後半の戦いが始まりました。岩田と湘南のゲーム始まりました。後半です。長いボールで上村から松本、松本からのクロスはいいボールだ、こぼれたボール、飛び込んだ、あーと決まっていない、決定的なシーンに見えましたがゴールになりませんでした。古川陽介、中盤の底の上原があの位置から、あの位置でボールをもらってシュートまで行きました。ブルーノジョゼ、足を出す、金子ドリブル、まだ行く、ペイション飛んでた、ペイション飛んでる、決まった。素晴らしいですね。82分岩田同点、決めたのはマテウス・ペイショット、今シーズン5点目。金子選手のドリブルがすごく良かったです。この後ですね、このブルージョゼ選手が出した後のこの止まらないですよね。そしてここの中に入る、一歩離れたところへ進んでいく、大事な勝ち点3です。落としたボール、ルキアン狙う、正面川島キャッチ、振り向き様のルキアンのシュートです。いいですね、ルキアン選手。上村のクロスはペイショットか、その前に湘南対応、ただセカンドボール拾っている、狙っていった、決まった、レオゴメスがゴールを決めて、岩田逆転、ね、レオゴメスの強烈、そうですね、かぶってなければ問題ない、はい、シュート意識だったと思うので、はい、ゴールは認められています。あっとブルーノジョゼ、そして右サイド金子、ペイショット、面白い、ペイショットを飛ばした、いい形で振るか、左足、キーパー止めた、リサロがもらう、ゴール前ルキアン待っていますが、そこにはボールを送れない。そしてここで試合終了のホイッスル。
パー以外は前節と同じメンバースタートという形になっています。ジエゴが出場停止ということになります。ここに三つ丸、フロンターレのキックオフで前半45分がスタートしました。左から右に攻めていきます。中に切り返して間使う白井、前向いた細谷、木下が来る、細谷真央、ボレーシュートで絞らせないで外を使うって選択肢もありましたよね。なるほど。そういう意味では今日木下、細谷いますから、はい、ジジウのところ木下が飛び込んでいきました。うまい動きでしたね。ただ最後古賀のシュートブロック見事でしたよ。はい、間使う脇坂、前向いた、入っていく、脇坂やっとだ、松本ナイスキーパー、細谷アタイ、家永浮かせる、ゴミセ、脇坂後ろサポート、脇坂遠野、脇坂綺麗な崩し、フロンターレ先制、脇坂やっとが決めました。これぞフロンターレ。抜け出しましたね、うまく。まずここ家永から、まあ、ゴミスでしたね。ゴミスにしっかり当たった時のジジエ、ネットにカッシュは、おっと抜けた、マルシーニョ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 、ずらしてくる、家永外して近く、脇坂狙ってくる、うん、ここで前半終了のホイッスルです。脇坂の先制ゴール、フロンターレ1点リードです。前半はやはり誰かつけるって感じではなかったですからね、はい、後半がスタートしました。右にエンド、川崎フロンターレ、左から右に攻めるフィジャーレーソル、関根から戸島、サビオ、マテウス、サビオ、当たったボール、よく足出した、チョン・ソンリョン、すごいセーブですね、今のは。ちょっと気をつけたい、川崎は。足元滑りました、遠野、島村奪って、サビオ、白井、真ん中、木下、チョン・ソンリョン、チョン・ソンリョンです。大外に木下です。その木下だ、まだある、犬飼いパンチング、こぼれ、戸島、こぼれて蹴り込んだ木下、追いついたレイソル、セットプレーから取りました、鹿島レイソル同点。細谷のプレスが来る、大南に対して細谷奪い切った、中木下フリー、そこに入れる木下、タックル、ジェジェ、チョン・ソンリョン、キーパー松本、セコのキック、ジュジュが来る、ジュジュ、川崎勝ち越し、ジュジュです。本当に心配です。まずまセコのボールが良かったところとこうね、松本も勇気を持って飛び出してきた、それに対してジェジェもしっかりやっぱボールを見て最後までボールから目離さなかったですね。ちょっと確認中ですかね。そうですね、このただヘディングはすごいですよ、ジェジェもしてからということにはなります。オフサイドです。オフサイド、ゴールは認められませんでした。そういう選択が増えると思います。細谷、ここで試合終了です。川崎対柏は1対1、効果的に増やしてきたんですね。そして今日はキャプテンの堀米選手がベンチに戻ってきました。
福岡 の、はい、あのお家というわけじゃないですけど本当得意な形なので、はい、まあ、そのあたりがどれぐらい出るかなと。新潟ボールでのキックオフとなりました。右から左に攻めるのがオレンジのユニフォームアルビレックス新潟。秋山ワンタッチ、鈴木ダイレクト、さあ小見の前でボールが出ました。中にクロスボールを入れていってヘディング、長倉もとき駆け引きされてないんで、うん、今度はサイドからチャンスを伺います新潟。谷口がボールを運ぶ、クロスかシュートか、ーこぼれ球ポスト。前と今野が立ちます。前が狙ってきた、直接決めてきました。ゴラッソ、すごい。フリーキックを決めた福岡の心臓前広幸です。アウェーチーム福岡が先制しました。まあ、キックは上手い選手なんですけど距離もありましたし、巻きながら少し足も乗せてね、ボールに対して乗ったと思いますし、飛んだコースもうパーフェクトに良かったですね。まあ、新潟のキーパーの小島からすると、はい、これだけ鋭いボールが巻きながら落ちてくると、なおかついいコースに飛んできましたから、どうしようもないですね。パーフェクトキックですね。引っ掛けすぎずしっかりインフロント、インステップに乗せて、はい、少し足首だけで角度つけて落としたって感じですかね。先制ゴールを決めた前です。ここで前半終了のホイッスルです。新潟対福岡の一戦は1対0、アウェーチーム福岡が1点のリードで前半を終えました。残り45分が今笛が吹かれます。おお、インターセプト、藤原アウトサイドでのパス、相手押し込んだ新潟、中4枚、富野クロスボール、村上パンチング、セカンドボール、秋山のシュート、いいとこ飛びましたけどね。はい、トーマス・デンのところ、鶴野が行きました。拾った前、前が空いた、パスを選択、上がってきた岩崎、カットインからの右足、クロスバー直撃、セカンドボール、今野が狙った。いや、前からのプレッシングと、あとはボールの奪い方、松田が入りました。おー、ボールを奪った鶴野、チャンスだ福岡、今野がいる、今野が持つ、横につけた、フリーだ、前、前が狙った、ポスト直撃、またもや目の覚めるようなシュートを放ちました。ボールこういうところですね、はい、連動した守備からチャンスを作った福岡、今野逆サイドに振っていった、フリーの茂木ヘッド、しのいだ小島、まさしく今のは福岡の方が狙ってますし、まあ、なかなか今までの新潟にはこう見られない形です。島田譲がセンターバックに入りました。小田が触ってドーグラス・グローリー、力強いポストプレー、3人囲って今野が入れた、入れた、おお、ゴールイン、今野和也直接ねじ込みました。いや、一番嫌なところにボールが入ってきましたね。はい、福岡追加点、新潟、右サイド大外開くのが22番の松田です。松田ワンツーからチャンスを動かった、ボックスの中5人の選手が入ってきた、頭そらして押し込んだ、1点返しました新潟、右サイドから今度は左サイドバックの早川文也が押し込みました。1点返しましたホームチーム新潟、まあ、外でまだ新潟ボールです。パスカット茂み、ここで試合終了を告げる長いホイッスルが鳴りました。苦しい展開になりますもんね。そうですね。さて両チームの選手がピッチに入場してきました。
今日はいいお天気に恵まれました。嬉しい悩みでありますよね、アンカーポジションも今出口調子いいですしね。そうですね、はい、まあ、プロになってはそれほど経験がない。前半の45分スタートを大木原が下げました。センターバックマテウス・トゥーレル、大迫、もう1回ここは武藤を使いました。武藤が中へ入れました。少しこう神戸のペースになりかけています。どん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 もう前へ行きますね。そうですね、やはりクロスの回数を増やすところと、はい、まあ、本当に中に強い選手いるので、そういったシーン増えてますよね。抜けてきてこぼしてシュート、枠には行きませんでした。右のインサイド大迫、11分になるところです。ヘディングシュート、山川です。山口落として大迫から右へ、武藤、武藤入れ替えて、これもかわす、これもかわして中に入れました。宮代が前にいたんですが、今度は酒井クロスボール、セカンド山口得意のボレーです。斉藤は今2列目にいて、ホンダンが右に行きますね。おっとゴール前、ミドルで構えますベルディです。クロスを入れてきました。宮代の背中のところ、大迫後ろから武藤だ、武藤、武藤の大迫狙いすました。大迫のヘディングでしたが、サイドを変えます。サイドのスペースを出すところを入れてきましたが、坂井選手、そしてここで笛が鳴りました。前半の45分タイムアップ、アディショナルタイムは9分ありました。松橋の負傷、後半は左エンドが神戸、右エンドがベルギー。後半の45分スタートです。千田から前、まあ、そこに当てていくっていうのもすごく大切になってくるのかなと思いますね、はい。まあ、綱島選手あたりは高いですけど、こうミスマッチをうまくね、そうですね、取りたいところでしょうか。さあ三木です。三木ボールキープ、うまく外した。三木左足でシュート、後半のファーストシュート、ベルディ三木です。シュートを放ちましたが枠には行きませんでした。大幕足でシュートを打った、前川、いいシュートシーンを作りました。ベルディです。サイド三木、染野、逆サイドを見ていました。小長、足で受けた、小田が左足でゴール前に入れる、オウンゴール、0対1ベルディ先制。山口穂太に当たってしまいました。0対1ベルディ先制です。聡明の選手が、小長選手見えてましたよね、はい、うん、ここでしっかりとファーストタッチ決まったこともあって、中にこれ高いボールじゃ、確認終了、チェックオーバーです。そして笛、0対1、昨年もなかった連敗、ヴィッセル神戸。選手はシュートも上手いですし、はい、スルーパスも出せますし、お、そこに出すんだなという風な感じでパスを出せる選手なので、中盤でダワン選手がクロスに対して上がってくるので、
さあキックオフの笛が吹かれました。前半は左にエンド、青赤のシャツがホーム FC 東京、そして右から左へと攻めていきます。白いシャツが安西から裏へのボール、デイゴ・オリベイラが走る。ここはスコアとの競争が入れ替わった。さあデイゴ・オリベイラ中2枚入っている、段違い、ここからマイナスのボール、あナイスキーパー、田原積田がニアに来ましたけども、ここは一森のセーブです。坂本とのワンツー、ここからさらに宇佐美もワンタッチ、ウェルトンが入っていこうと、ファウルはなし、中で山下空いているが、ここでパスを選択、ちょっとずれたか、ずれたがシュート、あー枠の外、ちょっともったいなかったですかね。少し降りてきたディエゴ・オリベイラ、長友が今裏を狙った、その長友のパス、まだある、荒木からディエゴ・オリベイラ、しっかりとキャッチをしています内森です。さあ宇佐美狙った、ここはバーの上でしたが、ダンク方から右サイド、長友が振っていきましたが、ブロックは離れていく。さあここは山下が抜け出す、そのまままだ持っていく、山下行く、自分で行って、ここでシュートだ、ナイスキーパー、ここはビッグセーブです。野澤VR で今チェック、そしてここで前半終了ということになります。結局前半は両チームともに得点には至りませんでした。後半がスタートをしました。後半右にコーカルのボール、ディエゴ・オリベイラ、さあそして荒木から田原積田だ、さあ逆サイド安西も入っていく、そして長友も行く、うわった、惜しくもというところでした。田原積田からのボールは枠の右、荒木から田原積田、さあバングナガンでカシウも走っている、こちらは使いませんでした。田原積田カットイン、カットインしてここから狙っていった、ナイスキーパーです市森。ボールのところはこの宇佐美と黒川、宇佐美が入れていく、ニアで捨てました、よく触った、野沢のセーブです。ニアでダウン、よく出ました野沢です。まあ、この辺りでもダワン選手の、ね、もう得意とするところですよね。まあ、でも弾いてますからね、はい、野沢選手さあ入っています。まだガンバの方はメンバー交代なくここまで来ていますけれども、さあ坂本伊佐が運んでいてシュートだ、強烈なシュートでしたけれども、枠を捉えることはできませんでした。そして山下も下がります。山下に代わって倉田修です。倉田が左に行って、そしてウェルトンが右に回っていきます。ウェルトンからマイナス、もうシュートは来た、入ったばかり入ったばかり、山田孝太のゴールです。均衡を破れました、先制ガンバ大阪。いや素晴らしいゴールでしたね、トラップしてからも早かったですから。東京ですが、まあ、ただゴールがなかったのも先ほど申し上げたように川崎戦のみということになりますから、ここから反撃をしていきたいところですが、ダーシルバークロスを入れる、抜けたエリケ・トレビザー、いったー、土壇場追いついた FC 東京、いやフラッグ上がっています、オフサイドです。出てますかですね、今プレー関与してたということになる。そしてここで長い笛、最後どうなるかという展開でしたけれども、ガンバ大阪逃げ切りました。途中出場怪我から復帰、山田の決勝点。名古屋はルヴァンカップから中3日、京都は中6日で今日のゲームを迎えました。京都は5失点を喫した広島戦の翌日に練習試合を、そういったシーンが、まあ、今日特にホームですし、やっぱこう立ち上がりからそういうシーンがこう出れば、前線の得点力、こういったところが出るかどうかなんですけども、前半は左エンドホームの名古屋、右エンドアウェーの京都です。豊川のキックオフ、
金子からここは横でつないでいきます。浅田から縦、原太一を狙ったボールになります。攻撃のやっぱりこうリーダーっていう雰囲気はこう出していますからね。はい、豊川はワンタッチ、さあ原太一、原太一左足ランゲラックです。クロスボールが入ってくるがファーサイドを小野が回収します。小野のところは福田がつきます。ここでクロス、パトリック右足、ナイスブロック、宮本ナイスブロック。原太一ポストプレー、平戸浮かせてきました、豊川京都サンガが先制。6試合ぶりの勝利に向けてまず先手を取りました。さてここも原太一のポストプレー、豊川から平戸、さあ福田が上がってきた、平戸の右足枠を捉えきれませんでしたが、この辺りの寄せは京都は早い。いいとこ入りましたね森島。さあ反転した森島、さあ長いだ、長い長い右足、そういうシーンが多いですね、ここまで見ると、平戸から浮かせたボール、川崎右足、タチャンでなんとかかき出しました名古屋。パトリックの頭、こぼれ球を宮本が回収したところで前半終了のホイッスルです。35分で入りなさいと、はい、ことは多分言ってると思います。後半のスタートです。右にエンドがホームの名古屋、左エンドがアウェーの京都です。平戸が蹴ります。今日ワンアシスト、原はちょっと助走をつけて入ろうとしますね。その原のところ、その前にシーハチが触った右足のシュート、佐藤京クロスバーに当たった。まあ、このボール原に合わせたと思うんですけど、うまくクリアして、ただその後フリーでしたんで思いっきり振り抜きましたけどね。しっかりコントロールして、まあ、狙い通りだったのかもしれないですよね。これ枠い内田が行く、さあ内田から中山、エリアの中3人、クロスボールが入ってくる、ヘディング、長いのヘディングでしたが、ここはナイスキーパー。原太一、宮吉、もう一度原太一、ワンタッチ、川崎だ、下げて左足のシュートはなんとかブロックしました。ナイスキーパーでしたか、森島、早く横パス選択、山岸頭、中山から後ろ内田です。ユンカー、山岸、ボックス内、稲垣も上がってきた、ユンカーボールをキープしています。下げて新橋の右足、同点に追いつきました名古屋グランパス。後半の30分になったところ、1対1です。さあ1対1です。右サイドの中山、内田も上がってきた、その内田クロスボール、山岸、平賀と三國、三國が勝った、山岸ワンタッチ、さあユンカーだ、稲垣のシュートはどうか。ここで長いホイッスルです。1対1、勝ち点を、その流れが非常に良かった影響もあって、セットプレーから前半だけで2得点もマークしてました。まあ、そのあたり本人たちがどこまで意識しているかもちょっと見ていきたいですね。はい、ゲームの中での動きの質が変わったりする。さてその中で行う今日のこの一戦、前半はセレッソのキックオフでスタートしそうです。左にメンバーを固めています。今スタート、左サイドの奥をちょっと狙っていきましたけれども、荒木も今駆け引きして中に入れてきた、佐々木翔、ここは正面です。まあ、まだ 0-0 のスコアですしね。はい、まあ、まずはちょっとシュートを打ちたいというところもあると思いますしね。ルーカ
カス・フェルナンデス、ここも目先変えてきました。接触あったがブエノが狙う。ここはただキーパー正面です。ブエノが狙う。これは枠の外です。ちょっと枚数かけてきました。マイクマこの位置、フルークス中うまく引き出して、さあもう一度ルーカス・フェルナンデス、船木も出てきてます。ルーカス・フェルナンデス、ゴールに向かっていくボールでした。マイクマからですが、ここで前半終了の笛です。淀川さくらスタジアムからセレッソ大阪対サンフレッチェ広島の一戦をお送りしました。その部分の修正点も含めて、まあ、どのように、まあ、それが結果につながっていくのか注目です。今後半のキックオフです。画面右から左に攻めるのがホームのセレッソ大阪、そして向かっていくボールをシンプルに蹴る、跳ね返したところ佐々木翔、塩谷打たせない。ここからさあ一気に行く、走る走る、ルーカス・フェルナンデス、クルークスも並走、ルーカス・フェルナンデスパス、ジョルディ・クルークス右足でのシュート、ナイスキーパー。迫力のあるカウンター見せました。セレッソ選手が近い距離でカバーすることです。今もタッチライン際ですけどね、はい、カバー行ってますからね。飛ばしてから右足のシュート、キム・ジンヒョン横飛び、強烈なシュート打っていきました。守護神でもありますキム・ジンヒョン。さてその荒井、もう一度ここはプレスキッカーとして蹴ります。変化をつけてきてヘディングシュート、先制広島決めました。荒木彩斗今シーズン2ゴール目、うまく間抜けましたね。セットプレーから先制広島です。競れないところをしっかり抜けてって、はい、入ったんで、まあ、マークも疲れてるんですけどね。そうですね、前にうまく入って最後セカンドボール、体を入れ替えて大橋、大橋パス、松本大志が抜けてきた、ナイスキーパー。その後のクリア、まさに決定基礎し、体を張りましたセレッソ。よく止めましたね、はい、ここの大橋選手のスルーパスもタイミングが絶妙ですよね。そうですね、この後もしっかりよくカバーしましたね、はい。ちょっと松本大志は滑ってしまったのでその後詰め切れませんでしたけれども、ただコーナーキック、先ほどはこの新井直人、このコーナーキック右のクルークス、中奥のも入ってます。クルークスどうするか、クルークスが早めに上げてきた、ゴールに向かっていく。ああいうボールはゴールキーパーのこの処理がね、そうですね、ここを生かしたい。キッカールーカス・フェルナンデス、ルーカス・フェルナンデスのキックイニング、追いつきましたセレッソ大阪。決めたのはアカデミー出身西尾、今シーズン初ゴールです。セットプレーから試合は振り出し1対1保険です。そしてファーサイドでフリーになってましたよね。しっかりマークにつかれないポジションでレオセアラ取りに行く、近くに奥の子います。レオセアラは飛ばした、うん、ここでジョルディ・クルークス、クルークス、クルークス、クルークスが打った。思い切って狙ってきましたジョルディ・クルークス。ちょっとポジション位置をボールの位置を確認というところで、もう少し後ろだよという指示を送って、まあ、ここはもう大迫が蹴って、そうですね、はい、ボライン上げて、ね、時間もないですからね、はい、ここで試合終了の笛です。勝者は生まれず、白熱の一戦は1対1の引き分け。どのチームも今その町田を恐れてますよね。そうですね、うん、まあ、黒田監督の今球際トランジション、そしてハードワーク、前田右左ソルバッケン、最前線にチアゴサンタナ、サンタナと予想しました。予想フォーメーションは 4-3、 その下に藤尾です。日高は、藤尾はパリオリンピック代表のメンバーの一人です。ずっといいポジションを取れないっていうこともあるかもしれないですよね、はい、それがボディーブローのように効いてしまうかもしれない、はい、町田ボールで前半がスタートしました。サイドで持って、まず内側から平川出る、シンプルに折り返す、
お、いかがだ、間で伊藤受ける、左足、間で受けてフィニッシュ、伊藤敦樹。仕掛けないと何でも、はい、チャンスっていうのは生まれないんで、はい、前半が終わりました。松井さん、はい、どんな45分ですか。でメインバックスタンドのお客さんも後半のスタートをちょっとジャンプをしながら、そして拍手をして声援を送りました。でそれを日常的に伝えているそうです。一つ飛ばして平川コントロール、こぼれてくる平川、先制アウェー町田ゼルビア。出てきそうなタイミングが分かるっていうのは大きいんですね。大きいですね。予測が早いですよね。前田のクロス、安井が触る、バックヘッド、伊藤敦樹だ。同点。熱い。オフサイドはありませんでした。すぐに追いついたレッズ。雰囲気すごいですね。雰囲気すごい。すごい。そうっすね、僕もルマン時代に帰ってきたらこんな感じでルマン時代のやつ、ルマン時代ここでもやっぱね、はい、右のウィングで起点作ったところで人数がねボックス内にたくさん入りましたよね。ここだって石原ですもんね、このバックヘッドしてるのは。そこに伊藤、あのバックヘッドうまいですね。うまいですね。でよくこれも伊藤敦樹流し込みましたよね。インステップなのでより面が広くはないんですけど、よく当てましたね。平川、下田北斗が得意の左足、うん、振ってくる。力あるな左、可能性感じますよね、はい、風が少し出てきましたかね、うん、これやめるやめるって言うんですよ。なんかベンチからサインが送られています。大里翔司、風が強かったんですかね、だと思いますね。しっかり集中していこうっていうのはワンプレーでもう決まっちゃうんで、すごく大事ですよね、この辺の時間帯は。引きつける、振る、左足、宇野から縦パス、平川うまい、スペース、うわーっと、これはファン、PK！ PK！ 本当に？ブーイングすごいな。決めた！2対1！勝てば3連勝になります、FC マツダゼルビア。強いですね、林さん。ですね、本当にこの苦しい時間帯もありながらボールを持たれながらも自分たちのやることっていうのを徹底的にやり続けた、はい、それはやっぱりこの結果につながってくるんですよね。右サイドからの攻撃が増えましたよね。増えましたね。終わりました、1対2、首位マツダゼルビア、これで3連勝。